中年オタッキーです。梅雨本番になってきて雨ばっかりでね、もう Vlog 撮影どころじゃないんですけど、まあとりあえず通常の動画をね進めていこうと思ってね、作品動画もたくさん来ておるのでね、動画作っていかないことには前に進んでいかないっていうことなんですけどね。で今日はねこのカメラで、写真撮ってきました。いよいよねペンタックスファンの方ちょっとお待たせしましたっていう感じなんですけど、はい、このカメラですね、はい、ペンタックスのスーパー A ですね。これ1983年発売のね、電子カメラ、AE カメラですね。当時すごく人気があったカメラになるようです。それでは動画スタートしてまいります。はい、今回ね紹介するこのペンタックススーパー A なんですけどもね、なんか俳優の方が使用しているとかなんとかでね結構値段が上がってるらしいんですが、ネットでねそういう評判を見ましたが、果たして今どうなのかちょっとわかんないんですけど、まあ中古価格高いことは高いと思うんですが、こう僕のこのねスーパー A はねシャッターが切れなくなってたジャンクを、徳島のねハードオフ沖ノ巣店で購入、1500円で買ってきました。電源は入るんですけどシャッターが切れなかったんですね。でね、まあ、修理して動くようになったんですけど、形式は 35mm フィルム一眼レフカメラ、シャッタースピードバルブ15秒から、2000分の1秒、機械式縦走り金属膜フォーカルプレーンシャッター、ストロボ同調速度が125分の1、TTL 開放速攻、GPD 受光素子、液晶表示ということですね、ロシケ。で、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、プログラム AE、マニュアル、あとね、ストロボ AE とかも全部で6モードの AE を使えたらしいですね。ファインダーはアイレベル固定式。レンズマウントは KA マウント。K マウントになって KA マウントになりますね。で、対応レンズが各種絞り輪付きの K マウントレンズ。電子接点付きレンズでシャッター優先プログラムかということですね。電池は SR442個または LR442個ということです。まあ、特徴的なのが、これ、新開発のマウントということですね。これね。よっ。はい。ここにね、ボチ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 っとありますけど、これ電子接点が追加されてるんですね。で、現在使用してる、つけてるレンズはこれね、リコの、リケノン。XR リケノン 50mmF2 なんで、これただの K マウントのレンズなんで、残念ながら電子、端子はありませんで、これがないと、電子、接点がないとですね、プログラム AE は使えないです。KA マウント。まあ、レンズの名前に A がつく、ペンタックス A っていうレンズじゃないと、プログラム音はできません。で、AF のね、オートフォーカスのレンズでも、この絞り輪がね、あるやつは、使えるみたいですね。まあもちろんマニュアルフォーカスになるんですけどね。で、特徴的なのがやっぱりね、プログラム AE を含めた6モード AE を搭載しているということ。シャッタースピード優先 AE ももちろんできます。絞り優先 AE もできます。で、ちゃんとね、逆光補正のね、ダイヤルもついておりますし、まあ、現代的なね、写真の撮り方ができますね。ファインダーはね、ごくごく一般的なものです。まあ、明るいといえば明るいかなっていうぐらいですね。そこまで特筆できるファインダーはないんですけども、まあ、この時代のカメラにとってはちょっと珍しい、液晶表示が出ますね。で、プログラムオートにしたら P のマークが出たりと、結構親切な液晶表示になってますね。で、まあ、シャッターはね、これ縦走りのフォーカルプレーンってことで、これコパルなのかな？コパルじゃないような気もせんでもないんだけど、ちょっと枚数が多いような気がするんですけどね。うん、ちょっと枚数が多いような気がするんだけど、気のせいかな。まあ、ご存知の方はね、コメント欄に、記入していただければと思います。で、ボディは基本的にね、ME 系のね、デザインを
踏襲してはおるんですね、これね。ボタンのね、操作リーとかね。似てるものになるんですけどもね、ペンタプリズムとかがちょっと、ペンタブが大きくなったり、して、精悍なデザインになっておりますね。このね、デザインがすごく好きでね、まあ、高校生の時にね、先輩がね、たくさん持ってたんです。たくさんの先輩がこのスーパー A を持ってたんですよ。まあ、プログラム A の方もごく一部いましたけど、まあ、プログラム A っていうのはね、これのね、廉価版になるんですね。ミノルタで言うたら、アルファ7000の下のアルファ5000みたいな、感じの存在にはなるんですけども、まあ、スーパー A はね、その、当時、たくさんのメーカーが AE 化をね、競っていた。まあ、キャノン A1 とかもそうですし、ミノルタの XD とかもそうですけど、まあ、それとね、肩を並べるようなカメラであったように思いますね。でね、まあ、露出はね、その中央部重点平均速光という、まあ、当時のね、まあ、一般的なものにはなるんですけども、またその分割速光とかもうちょっと後の話になってくるんで、まあ、とりあえず AE がたくさん乗っかった、電子カメラということですね。まだちょっと動いてるのが不思議ですけど、これ1983年発売のカメラで、おそらく85年以降ぐらいにはもう売れなくなってるだろうから、まあ、35、36年前の、カメラになっていくんですけどね、何もせずにね、ちょっといじっただけで動きました。で、今回はね、もう 50mm といえば、僕が持ってる 50mm、この XR リキャノン K マウントですけど、まあ、このカメラに使えるんで、ね、XR リキャノン 50mmF2 で撮影してきました。このレンズはね、視聴者様のね、視聴者のミッシェルさんからね、いただいた、レンズになってるんですけど、結構何度も登場してますが、非常に映りのいいレンズということで、とりあえずその、50mm でね、撮るんだったらこれかな、ということで。ペンタックスの SMC タクマ、55mmF1.8 か、K マウントも持ってるんですが、今回はこちらで撮ってきました。まあ、どちらも写りがいいことはいいんですけどもね。まあ、富岡のレンズということでね、撮ってきました。ここからはね、ちょっと、このカメラで撮った作例になるんですけども、まあ、どっちかっつうと、富岡のレンズがどんな感じかっていうことになっていきますかね。はい、作例の紹介になってまいります。はい、この作例なんですけど、今回はね、オルボ、UN54 っていうね、ISO100 のモノクロフィルムで撮影してきました。ドリームロコモーティブ様にね、以前、いただいたフィルムになるんですけどもね、確実に動きそうだなということで、ちょっとね、いいフィルムでと思って撮りました。で、ここからは、ね、富岡ワールドって、富岡ワールドっていうかな、まあ、映りなんですけどもね、これね、まあ、解像度はとにかくすごいんですけど、注目はね、解像度よりもむしろボケですね。解像度が高いのはもう分かってるんで、富岡のレンズなんでね。で、ボケがすごい自然な、感じに映っておりますよね。で、階調とかも非常に綺麗で、で、このカメラなんですけど、これね、むちゃくちゃ暗いところでこれ撮ったんですけど、スローシャッターで結構綺麗に露出合ってますね。ちょっと手ぶれしちゃってますけど。で、ここからはね、その光のね、強い光のボケとかもね、見ていただければわかると思うんですけど、本当にね、綺麗な写りするんですね。この XR リケノン 50mmF2。まあ、さすが富岡光学製ということでね、光のね、強弱にもね、全然へこたれないですし、まあ、フレア多少広がるんですけど、このようにね、美しいフレアになりますね。で、この解像感。このね、コンビニの配送車の改造感を見てください。で、こちらもそうですが、これ車高線でね、撮った写真になりますけどね、解像度が高いのが頷けると思います。こちらもそうですね、解像度、高い。もうこの石畳とかすごいね、ブロックか。解像度になっておりますね。これフィルムのね、最後の一枚でちょっと端っこ蹴られてますけど、まあいい感じのね、景色だったんでね、まあ街角スナップということですけどね。まあこのカメラで撮ってね、まあ驚いたのがやはりね、その AE の優秀さですね。ちょっと手ぶれしてましたけどね、手すりみたいなのが映ってましたけど、あれむちゃくちゃ暗いところでね、絞りを開放にして、
シャッター優先で撮ったんですけどもね、シャッター速度3秒ぐらいになったんですよ。100ですからね。で、3秒ぐらいになったんですけどもね、まあ見事にね、綺麗な露出で撮っておりますね。というわけでね、まあ中央部重点平均速行なんですけどもね、比較的優秀な、成績を収めてくれました。で、このカメラはね、本当にね、ジャンク中のジャンクでシャッター切れなかったんですけど、まあそのファードオフの現場で行った時は電源が入るんで、まあなんとかなるかなと思って、で持って帰って調べてたら、この底板を外して中をつついてたらシャッターがそのうち切れるっていうね、記述を見つけまして、でわけのわからんところずっとつついてたんですよね。そしたらカシャって切れて、お、切れたと思って、でまた巻き上げて、また切れないんですよ。でつついててね、で、そのうち切れるんで、カシャって切れるんですよ。で、それを何度も何度も繰り返してたら、切れるようになりました。なんだかな、これ、修理なのかな。なんか一部の方はね、注油したらいいっていうね、話も聞いたんですけども、変なとこに注意してね、壊すよりはちょっと控えとこうかなと。どの辺をつついたらね、動くようになるかっていうのが、はっきりわかん、何度やってもはっきりわかんなくて。で、そのうちね、もう現象が再発しなくなって、シャッター切れるようになっちゃったんで、結局どこをつついてたのかわかんないっていうね、まあ状況になったんですけど、ペンタックススーパーAでね、電源が入るけどシャッター切れないっていうね、パターンの人はね、ぜひね、ちょっととね、柔らかめのもので、あんまりガチガチに硬いもんじゃなくて、ちょっとだけ柔らかめのものでね、隙間からね、こう機械の隙間からね、ちょっと押すみたいな感じでね、ガシャッとガシャッて切れますね。それ繰り返してると治ることがあるみたいです。僕のこれね、見事にね、今シャッター優先音ですけど、あ、違う、絞り優先音ですけど、動いてるんですね。今ちゃんと聞いてるんですね。でね、もうこれ本当にね、欲しかったからね、かっこいいじゃないですか。このペンタックスね、スーパーエブラックのね、ボディ。これ、まあ、全部プラでしょうけどね。重さはまあそこそこですがね、グリップのね、この追加されてるね、そのグリップの形状とかも良くてね、すごく持ちやすくてね、軽く感じるカメラにはなります。で、所有満足度も高いことは高いんですけども、まあマニュアルフォーカス機でこのね、ボタンで調整するっていうのがダメっていう方ねは、ちょっと敬遠した方がいいかな。昔ながらのね、この今ちょうどよっ F4 がありますけどね、このようにシャッタースピードダイヤルがね、ついてる、カメラの方がいいなっていう人はね、ちょっと、敬遠する形になるけど、全部ボタンで制御するんでね。まあ、その辺はね、ME とかと同じになっていくんですけどね。ただ、ペンタックスの K マウント、K マウントのレンズが使えるというのは非常に大きいです。K マウントはペンタックスだけじゃなくて、いろんなメーカーがたくさんの種類を出してますんで、まあ、これは、その、リケノンもそうですけどね、楽しめる、マウントであるということでね、結構ね、いい感じだと思います。まあ、電子カメラなんでね、いつ壊れてもおかしくないというカメラではあるんですけども、安ければね、購入してもいいかなと。結構値段が上がっていってるのがね、もう状態のいいものだと万を超えていくみたいなんですね。そこだけがちょっとね、問題ですが、まあ、K マウントのカメラね、フルメカからすぐに電子化になっても、ほとんどが電子カメラになっていくんですけども、まあ、その中では比較的、マニュアルフォーカスの中では比較的新しいで、まあ、新しいっつっても35年、35、6年経っちゃってるんですけどね、ちゃんと動く可能性が高いものにはなるんじゃないでしょうかね。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになってまいります。このカメラね、また好きなカメラではありますんで、今後登場していくかもしれません。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはトゴリンさんですね。中年オタキさん、こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております、トゴリンです。今回は2枚投稿します。
1枚目、いつもはカラフルな広告で鮮やかな地下鉄の通路ですが、広告が引き上げられ、今はただ寂しく光る壁になっておりますということですね。2枚目がね、都営地下鉄浅草線の高和田駅のホームに特徴的な通路があります。異次元に通じる道のように見えます。蛍光灯の光しかない武骨な風景にローマのメトロポリスがマッチすると思いましたということですね。どちらもカメラは、ライカ M4P、で1枚目がレンズズミルックス 35mm、 フィルムがイルフォードデルタ100、増感で200、で2枚目の方がカメラは同じライカ M4P で、レンズがズミクロン 50mm、フィルムがロモグラフィーメトロポリス ISO106 露出ですね。ということで、1枚目なんですけどもね、すごく無機質な景色になってしまってますね。まあ、普段はね、広告の色があるんでしょうけど、それの色がないということで、これモノクロ、広告がある時でもモノクロで撮っても面白いかもしれないですけどね、モノクロがマッチすると思います。で、2枚目なんですけどもね、ISO100 で、メトロポリスを使ったということで、非常に彩度が低い状態になっておるんですけどもね、まあ、それがこの無機質な景色にはよく似合ってると、思います。2枚ともね、地下通路ということでね、あまり私が目にしない景色ではありますけどね、モノクロチックなね、写真2枚になりますけど、非常にマッチしたものになると思います。はい、ともりさん、ありがとうございます。次がね、山田区さんですね。梅雨なのに晴れ間で蒸し暑い日が続きますね。お仕事お疲れ様です。山田区です。この間、蒲郡市の海、海辺に行った時、止めてあったホタキさんが好きそうなバイクがあったので撮りました。自分のではありません。こんな昭和のバイクなら乗っていてかっこいいですよね。ということで。タイトルは、海辺にバイクを止めて、マッチの歌ですね。カメラ、オリンパスペン F、レンズ F 随行、オート S、38mm の F1.8、コダックゴールド200ということですね。これ、作品なんですけども、かなりね、露出オーバーの感じがしますけど、それが海辺にマッチして夏らしい景色になってますね。これバイクは多分ね CB750 の K1 かな、SOH736cc のね、古いオートバイになりますけどね、これなかなかね状態のいいね、これものすごく高いですよ今、僕の CB よりは多分高いと思います、かなり。そんなわけで山田さんありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品になりますね。中年同期さんこんにちは。いつもフィルム写真の、魅力の伝道お疲れ様です。長距離運転もお疲れ様です。望遠レンズで初めて外中スナップした写真を投稿させてください。タイトル、まったりとした夕刻。カメラ F2 フォトミック、レンズニッコール Q-O-D 135mm F2.8 AI 回、フィルム富士フィルム記録用カラーネガということですね。でね、こう作品なんですけどもね、これ圧縮効果が非常に効いてますね。もう僕としてはね、縦構図にトリミングしても面白かったかなと思いますが、こんな感じかな、ピント合え、こんな感じでね、まあこのままでももちろんいいと言えばいいんですけどもね、僕はどっちか言ったらね、大きく撮る方が好きなんでね、もうちょっと寄って縦構図で撮るかトリミングするかでもよかったと思います。解像度はね、十分だと思いますね。色的にはね、ちょっと夕刻ということで若干赤みがかってるのかな、これ。そこまでその深い赤ではありませんが、奥の方にちょっと夕日の方が見えるということで、ちょっと、趣深いね、写真にはなっておりますね。はい、長州薩摩さんありがとうございます。次がね、ムートンさんの作品ですね。中年おたきさんこんにちは。先日同級生のヘボーさんと一緒にスナップ写真を撮りに行ったので投稿させていただきます。最近お気に入りのニコンピカイチで、ヘボーさんペンタックスオートロンというオタク感丸出し、すごいな。オートロン知らないっすこれ。フィルムはロモグラフィーネガティブ100です。2枚の組写真で題名は、壁画と蹴ったマシーン、蹴ったマシーンね、名古屋の方で自転車ですよね。何でもない写真なのですが、昔は映える写真を撮る習慣など存被せず、何でもない日常こそがいつも自分の被写体だったなと思い出していました。おたきさんには刺激の少ない写真で申し訳ありませんが、んなことないですね。1枚目が特に面白い。これね、壁のね、その下の人がね、自転車をね、持ってるようにもう見えるんですね。これちょっと面白い写真になりますね。2枚目の方はちょっと平凡な写真になりますが、まあ自転車がタイトルの、写真ということでね。名古屋、僕は三重県に結構長いこと住んでたんですけど、
4年ぐらいね、鈴鹿市に住んでたんですけど、その当時ね、同僚から、蹴ったレースせんかとか言われたことがありますね。蹴ったら自転車レースっていうことね。じゃあ、東海地方はね、自転車のこと蹴ったって言います。はい、ムートさん、ありがとうございます。次で最後かな。サムライジャパンさんですね。投稿2枚。1枚目がね、6×9、6×9、目測イコン立ての撮影。タイトルは赤い街、フィルムはベルビア100。2枚目がね、ミラーレス、ペンタックス、K01、SMC タクマ 17mmF4 仕様ということで、目つきということですね。で、作品なんですけども、この1枚目、もう本当に真っ赤なんですけど、これベルビアってたまにね、こういう色が出るんですね。ここまで赤くないと思うんですけどもね、こんなに赤く映ったみたいな感じでね、映ってますね。で、2枚目の方、目つきということでね、木のね、根元の方になんか2つね、あるんですね。それがね、なんか生き物の目みたいで、なんかガチャピンのムックみたいなね、顔に見えますが、これ非常に面白い写真になっておりますね。で、この1枚目のね、6×9 のイコンタでの撮影した、赤い街、こちらをね、作品投稿のコーナーのタイトル画面にさせていただきます。サムライジャパンさん、投稿ありがとうございます。はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今日はジョタさんの俺のカメラ、中年オタッキーさん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。俺のカメラのコーナーに投稿します。今回は自分の持っているフィルムカメラをまとめて撮ってみました。普段はこんな風にリビングの一角にディスプレイして楽しんでいます。上からニコン F3 ハイアイポイント、ニコン F100、 ニコン AF600、 ローライ35LED、コニカ C35FM、オリンパスペン F、 コダックレチナ3オートマチックです。この他二眼レフのワルツフレックスとニコン EM がありますが、入りきらないので別場所保管です。レンジファインダー、目測ハーフサイズ、 MF 一眼、 AF 一眼、コンパクト、二眼レフと、それぞれ撮り方の異なるカメラを1台ずつ選んで買った感じです。あとないのはパンフォーカスかな。ニコンに偏り気味なのでレンズ資産のせいです。あー、なるほど。ミラーレスの Z5 とともにこれからも楽しく写真ライフを楽しみたいと思います。オタッキーさんもどうぞ体に気をつけてってくださいね。存分に楽しんでおりますね。しかし結構な金額になってますねこれ。まあ、お金のかかる趣味であることには間違いないんですけどね。はい、ジョタさんありがとうございます。でね、カメラ、俺のカメラのことはもう一方来ておりますが、ちょっと投稿が最近少ないのでね、貯金に使わせていただきますので、次回ということですね。はい、投稿ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、あきじゅんさんのやっちまったですね。やったやっちまったに投稿します。ミノルタハイマチックが欲しくなり、ペイペイフリマで2200円で購入。事前にレンズのガタと絞りバネを質問し、バッチリのはずがシャッターバネが動かない。恐る恐る Google で検索してバラし、ほぼ良い線まで修復できました。ここで悲劇が起きます。昔のカメラでし、急したら動きが滑らかになるかなと思って CRC を修、せっかくだからもう少し修。なんと羽に入り込み最悪の事態。バラすしかない。羽バラバラ、スプリングビヨーン、部品ボロボロ、大失敗。皆さん CRSC はカメラには悪の液体です。気をつけてということですね。僕もやったことあります。私の手に負えない世界になりましたが、レンズを清掃できる範囲だと学び、再度入札中です。人生無駄はありません。そう、失敗は成功のもとですよ。でね、まあ、CRC を使用っていうのは本当ダメなんですね。シャッターメカは基本的にね、分解できる腕がある人は分解清掃。でね、給油っていうのはね、注油っていうのは基本的にもう一滴あるかないかぐらいなんですね。以前ね、高川さんだったかな、僕にね、シリンジを送ってくれたんですよ。もう何ミリリットル、本当に小さいね、液体を注入できるシリンジを送ってもらったんですけど、そういうね、レベルなんですね。だから CRC をシューとかいうのはね、結構ね、やっちゃいますんでね、注意してくださいっていうことですね。もう今さら言っても遅いか。トークありがとうございます。秋津さんありがとうございます。ここからはね、久々に来ました、教えてオタッキーさんのコーナーになります。
はい、教えてオタッキーさんのコーナー、今日はのりさんの教えてオタッキーですね。オタッキーさんこんばんは、のりです。いつも動画楽しみにして見てます。リバーサルで撮影した写真がデジタルに換算すると6000万画素にも匹敵すると以前言われていましたが、 35mm フィルムでの撮影した場合どの程度に相当するのでしょうか。 ISO 感度ごとに違うのでしょうか。実は職場の同僚2人に自分が購入したカメラを分け与え、フィルム写真ファンを増やすために普及活動をしています。その時説明するのにデジタルカメラに換算するとどのくらいだよと説明できればもっと説明できるのにと思った次第です。よろしくお願いしますということなんですけどね。これね、結構ね、みんな興味がある、話だと思うんですけども、まあ、35mm フィルムカメラっていうのをデジタルカメラに換算すると一体何万画素ぐらいなのっていうことなんですけど、例えばね、僕が使っているね、スキャナー、エプソン GTX900、こちらはね、6400dpi の解像度で、スキャンしております。6400dpi、 dpi っていうのはドットパーインチっていうね、単位になるんですけど、そのドットパーインチ、6400ドットパーインチでスキャンした場合、35mm フルサイズの場合は5500万画素ぐらいになってくるみたいです。で、この数字だから5500万画素かって言ったらそうでもないんですね。実際のところはね、粒子を表現、完璧に粒子を表現しようと思ったら多分2億画素ぐらいいります。まあ、その、粒子一個一個を表現するためにね、そのディテールを出すためには2億画素ぐらいはいると思うんですけど、だから2億画素かって言ったらそうでもないんですね。粒子がいくつあるかっていうのはちょっとね、いろいろ調べてみるんですけど、リバーサルフィルムでその 35mm フィルムで粒子が何個あるかっていうのはちょっと出てこないんですね。ただ一つ言えることは、階調に関しては、フィルム写真の場合は無限画素です。なぜかっていうと、デジタルカメラっていうのはね、1画素1画素で色を感じてます。だから、例えば3000万画素のデジタルカメラがあったら、3000ドットのですね、3000箇所。で、ここは白。ここは白っぽい青。ここは薄い青。青とかね。まあ、そんな感じでね、その写真をね、全体的に組み上げていってるんですけども、フィルムカメラっていうのはね、まあ、粒子、フィルムの粒子でね、発色するんですが、まあ、白黒だと階調になるんですけどね、この1個の粒子に、グラデーションができるんですね。こっちは強い青だけど、こっちはだんだん薄くなっていくみたいな、1個の粒子がね。それがものすごい数散りばめてあるんですね。つまり、1画素1画素でしか色が管理できないデジタルに対して、フィルムはね、無限に階調が広がる。だから自然な発色をするんですね。でね、そんなことないよ。デジタルの方が解像度高いじゃん。パリッとした写真撮れるよ。っていう方はね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、それは間違いです。デジタルっていうのはね、解像感を上げてあります。フィルムっていうのはね、もうそのスキャンで取り込んだそのままになるんで、解像感は乏しいものになるんですけど、簡単な話です。スキャナーでフィルムを取り込んだ場合ね、その、画像を、アプリで解像感を上げたらデジタルチックな写真になるんですね。つまりデジタルカメラっていうのはね、もう撮ってね、解像感をね、アプリケーションでね、上げてあるんで、もう正確な解像度っていうのはわかんないんですね。だからレンズの解像度とかもちょっと今わかりにくい状態なんです。以前ね、そのレンズの性能があんまり必要なくなってきてるっていうね、お話をしましたけどね、これはこの辺なんですね。まあ間違ってるかもしれません。これ僕のね、持論なんで間違ってるかもしれませんが、カメラ内で解像感を上げているのは、本当のことです。で、最近のね、デジタルカメラ、特にね、富士フィルムの XT なんぼだったかな、あとニコンの D850 とかもそうですけど、解像感を上げすぎてね、気持ち悪く映ることが多いです。僕ああいう写真は嫌いですね。僕もキャノンもそうですけど、キャノンもね、ディジック6以降ぐらいになったらもう嫌いなんですね。まあこの今撮ってるね、イオスキス M はディジック8なんでね、もう嫌いなカメラになっていくんでしょうけど、そんなわけでね、メインで使ってるカメラは未だにイオス 5D マーク3だったりするんですね。あれ 5D はディジック5プラスなんで、できればディジック4以前が欲しいんですけどね。どんどんね、気持ち悪い方向に行ってるんですね。フィルムチックじゃない、自然な階調じゃないというか、自然な
改造じゃないとかね、そういう世界に向かってどんどん突っ走っていってるんです。なんでそっちの方に突っ走っていってるかって言ったら、ユーザーがそれを望むからなんですね。キレキレの改造した写真がかっこいいと。でもそれは間違いだと思います。だって最近のデジタルカメラの写真を見ればわかるんですけど、もう肉眼で見るよりね、解像度が高いんですよ。それはありえない話なんでね。もう実際のものを見るよりも写真で撮った方が解像度が上がるんですよ。それはもう明らかに、いじってあるってことですね。まあ不自然なわけなんですね。写真っていうのはね、真実を写すってまあ書きます。まあいろんな意味がありますけど、ちょっと最近のデジタルは解像感上げすぎ、やりすぎだと思ってますね。そんなわけでね、ちょっと話がだいぶ脱線しましたが、何万画素あるかっていうの。まあ無限無限、会長に関しては、会長発色に関しては、もうデジタルカメラは絶対に及びません。無限です。デジタルはどうしてもね、そのデータの量に限界があるんで、アナログはね、その限界がないんでね。まあ、例えばカセットテープの話になりますけど、カセットテープはね、一本丸々のデータをね、そのままにするとね、あれ何 K ギガとか何極ギガとかになっていくらしいですね。レコードもそうです。それを圧縮してやるのが CD なんですね。CD は800メガ。DVD に至っても2層で 8.5 ギガバイト。ブルーレイはちょっと知らないけど、そういうことでデータを圧縮するんですね。デジタルカメラも同じことです。データを圧縮してやるんですね。さらに言ったらセンサーが四角いということもあって、円形のものなどは、不自然な、改造をしますね、デジタルは。そういうわけでね、美しさもまだまだね、フィルムの方が上だとは思うんですが、ここでフィルムカメラにはちょっと不利なことがね、一つあるんですね。ダイレクトプリントっていうのがもうないんですね。だから現状はフィルムカメラもデジタルなんですよ。一度スキャンして焼くんでね、ダイレクトプリントの店がもうないんでね、そこはちょっと悲しい限りではあります。ダイレクトプリントのリバーサルなんかため息が出るほど美しかったんですけどね、もう見ることができない世界になってしまったということで残念でありますね。もうデジタルカメラなんかね、もう死滅してしまえって感じなんですけどね、ダイレクトプリント返せみたいな感じですまあこんなこと言ったらまだ続かれるかもしれないですけどね。はい、そんなわけでちょっと答えは出ませんが、まあ大体ね、そのベルビアの50だと6000万画素ぐらいでいいんじゃないでしょうかね。そんなもんだと思います。ネガ、カラーネガの400とかだとね、3200ドットパーインチ、つまり1400万画素でも十分という話を聞いたことがありますね。まあそんなもんだと思います。まあ1400万画素あれば上出来の上なんですけどね。そんなわけで今日の動画は終わっていきます。ちょっとね、難しい話になりましたけど、僕も専門家ではないので間違ってるかもしれません。はい、今日の動画はここまで。またね、最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画はね、多分ね、こいつの動画になっていくと思うんですけど、ちょっとわかんない。言動に出してるやつが上がってくるかもしれないし、これね、もう取り急ぎ試写したんですけどね、リコーのね、つい先週買ったね、なんだっけ、オートハーフ。オートハーフの試写したんで、これがね、うまいこと撮れてたらこいつの動画になっていくと思います。ちょっとハーフがね、最近増えておりますがね、ハーフカメラ面白いんですよ、単純にね。もうバンバン撮れる、遠慮なく撮れるんでね、気持ちいいです。そんなわけでね、次の動画またお待ちください。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。あと、チャンネル登録の方もね、ちょっと落ち着きましたけどね、まだチャンネル登録の方ね、やってない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。コメントとかね、高評価本当に励みになりますんでね、どんどんお願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。